渡辺博行は、神奈川県横浜市神奈川区出身の元プロ野球選手、日大藤沢校から日本大学へ進学。東都大学一部リーグ通算49試合出場、170、打数47安打、打率、276、6本塁打、32打点。三菱自動車川崎では、日本石油の補強選手として、都市対抗野球優勝を、 経験、1995年度ドラフト会議にて、中日ドラゴンズから4位指名を受けて入団。入団当初は主に代打で起用され、1999年シーズンには優勝を争っていた巨人戦でサヨナラアンダを放つ。その後も内外やどこでも守れる、ユーティリティープレイヤーとしての地位を確立し、地味ながらチームを支える働きを見せた。 山田久志が監督に就任した2002年シーズンからは、さらに出場機会を増やすと、2004年シーズンには、守りの野球を標榜する、落合博光新監督が、その守備力を高く評価して、積極的に一塁手として起用。シーズン序盤は、打撃不振に陥り、8番などの回打線に回った、ものの中盤から打撃が向上していった。森野正彦や、 オマール・リナレスと定位置を争う形になったが、安定した守備で、これに応え、自身初のタイトルとなる、ゴールデングラブ賞を受賞する活躍を見せるなど、チームの優勝に貢献した。また、シーズン終盤は、打撃好調のリナレスを一塁で起用し、渡辺をレフトで起用するパターンも増え、同年の日本シリーズにもレフトでスタメン出場している。 2005年シーズンは同じ一類一種の大砲であるタイロンウッズが加入したことによりスタメンでの出場は激減。しかし守備に何のあるウッズを守備固め要因としてカバーし特に試合終盤に活躍を見せた。2006年も同じ起用法が続いたが交流戦ではスタメンで三類種としても活躍した。2002年から2006年までの間 規定打席には一度も届かなかったものの、5年連続で100試合以上に出場している。2007年は出場機会が減り、打率は1割台に終わった。同年のシーズンオフに戦力外通告を受けて現役を引退。2008年からは中日の球団職員となり、動作解析室の一員として戦力分析などを行っていたが、 同年限りで同室が廃止されることになり、2009年からは育成コーチに就任。2010年からは2軍内野守備総類コーチに転任。同年6月4日に十2球団ワーストの失策数を記録していたチームの守備の手こ入れとして、風岡直行と入れ替わる形で一軍担当となった。2011年は野手コーチとなり、2012年からは一軍。 内野守備総類コーチを務める。開幕時は一塁ベースコーチを務めていたが、2012年5月19日の、対埼玉西部ライオンズ戦から上田慶犯二軍、外野守備総類コーチと入れ替わりで二軍に降格となった、平野健一軍外野守備総類コーチの代役として三塁ベースコーチに配置転換となった。しかし、27日の福岡ソフトバンクホークス戦の、 試合中に上田と交代し再び一塁ベースコーチを担当することになり平野の一軍復帰後はベンチ専従になった2013年シーズン終了後のフェニックスリーグでは二軍監督の鈴木隆正が解任されたため二軍監督代行として同行した2014年からは二軍内野守備総類コーチを務めた2016年は一軍内野守備コーチへ移動になり 一塁ベースコーチも担当していたが、谷重元信監督の休養以降は再びに軍守備コーチを務めている。2017年は二軍内野守備総類コーチを担当する。奈良原光一軍内野守備総類コーチがチームを離れている間は、大役の三塁コーチャーを務めた。2018年シーズンオフ、コーチからスコアラーへと11シーズンぶりに裏方へ再転身。 2020年シーズンから2軍内野守備総類コーチに就任することが発表された。愛称は、鍋。日大藤沢高時代の同級生に、山本正の実定、山本秀明、大学時代の野球部の同期生に、門野明らかんと真中光がいた。大学は一般入学だったが、レギュラーの三竜種が怪我をしたのをきっかけにレギュラーを獲得した。野球より、 学業に熱心な気まじめな学生で知られ、一年先輩、落合英治の単位習得にも貢献した。大学時代は推定体重で1 0 0ラムをかなり超えていた。社会人時代に体を絞らないと使わないと言われて必死に減量した。ありがとう。